よかったよかった。こちらでちょっと俺が大変なって一番バブってるやん。いやもうもう いてくれるだけでもいいです、いいです。生まれてきてくれてありがとう、生きててくれてありがとう、ストレイキッズとしてアイドルを続けてくれてありがとうっていうのをもうもうこんにちはよ。ありがとうございます。ここでストレイキッズからもう一つサプライズが。お誕生日おめでとう、お誕生日おめでとう、愛してる板垣さん、お誕生日おめでとう。これ夢じゃないですかね、板垣さんね。はい。あ、痛い。かわいい。痛い。かわいい。最後に記念写真から。いい思い出や。まで、まで。板垣さん、今回ノーギャラでいいですよね。すごい。よかった、よかった。もうなんか気持ちが伝わってきましたね。ね、本当に好きなんだな。だからほんまに好きだったら見れないよね。ね、太陽って直視できないじゃないですか。いやいやいや。本人が一番バブってましたからね。そうですね。で、なんか収録の後しばらく胃の調子がずっと悪くて数日ぐらい。実は一木さんも大好きなんです。大好きで。でも一木さんの場合は厚かましいから普通に喜んで握手とかしますからね。厚かましい。なんでそういうこと言うんですか。言いませんから。ほんまですか。確かにちょっとグイグイ行っちゃうかもしれない。でも V 見ながら感動して泣いてました。板垣さんが喜んでてすっごい良かったって思う反面、森助さんだけは。森さんのあのリアクションどうかなみたいなところありましたね。それだけはどうにかしてほしいな。